はいどうも皆さんこんにちは、スナキャピでございます。はい、今回からね、名前を変更させていただくことになりました。イエーイ。はい、まあね、前から名前を変えるってことは言ってたんですけど、まあ結局は自分で決めてスナキャピというねまあ名前にしましたので、まあ初めの頃はスナカンと間違えることあるかもしれないんですけど、まあスナキャピということでやっていきたいと思います。おっとね、あの F5 を押しまくる、 F5 じゃない、シフト押しまくるやつができた。はい、で今回はですね、はい、ミニゲームで、ドラゴンズっていう、まあ、ゲームがあるんですけど、そちらをプレイしていきたいと思います。ではね、始まるまでカット。はい、始まりました。ドラゴンズっていうゲームはですね、まあ今まだ開始してないんですけど、今の音でスタートです。でスタートするとまあ動けるようになって、空にね、エンダードラゴンが、無数のエンダードラゴンがいるので、これがまあね、マップをどんどん壊していくんですね。でそれ、まあエンダードラゴンに当たったら吹っ飛んで死んでしまうんですけど、まあそれに当たらないようにさらにね、水っていうかこのマップからも出ないようにねしていくっていうゲームなんですが、下に水があると思いますが、あれに食らうとね、ダメージん、あれに落ちるとダメージを受けてしまうので、おっと危ないね。はい、頑張っていきたいと思います。おっと1人、右の表記で、死んでる方、生きてる方が見れます。おで、ドラゴンの数はどんどん増えてきますね。今は2、4、6、7体ぐらいかなですね。で残り今13人来てます、まだで。これにもキットというものがあって、まあはい、2000ジェムっていう、まあこのマインプレックスのサーバーのお金ですね。マインプレックス内のお金を2000貯めると、はい、使えるようになれて、はい、それで買うことができます。まあこの方みたいですね。自分はカーソビです。まあ、これは弓で撃って、エンダードラゴンがこっちに来るのを防いだりすることができます。おお、とりあえずここにいよう。残り10人ですね。頑張りましょう。よいしょ。ちょっと音が、エンダードラゴンの音がでかいかもしれないですけど、まあそこは2回目からは直したいと思うので、はい。なんか ラジカセじゃない、あれがある。で今回は影モッドをつけてやっております。おお、危ない。適当にこうやって動いてれば攻撃されないでしょ。あ、今みたいな感じでエンダードラゴンに当たるとああなります。おっと、11人死んでますね。あと5人生きてます。さあ1になることができるか。怖いなあ。今ラグってますね。これはまあ時期に治ると思うので、ちょっとその間に死んでないことを祈ります。ちなみにあっちには行けません。まあどんな手段を使っても行けません。めっちゃラグってますね。動いた。よいしょ。終わったのか。終わってないよね、まだ。よいしょ。ちょっと上に登りたい。ほっ、無理だった。重たい。なんか重たかったぞ。はい、ちなみに、この斧を右クリックすることで、空に飛ぶことができます。残り4人か。1位取れたらいいな。ちょっとエンダードラゴン来ないで、来ないで。はい、で、まあ自分日曜日の動画投稿は、皆様のコメントでやってほしい、まあマインクラフトのミニゲームがあれば、それにおなるべくお答えできるような感じでミニゲームをやっていこうと思ってるので、日曜日の投稿はです。なのでまあコメントくれればもしかしたらやるかもしれないので、ぜひじゃんじゃんコメントください。残り3人ですね。おっと、もうベスト3には入ってる。なかなかこっちにね、ドラゴンが来ないですね。なんかあの金色の装備めっちゃ狙われてる。ちょっと四方八方から来るんで、なかなかに怖い、迫力ありますね。このサーバーの IP は
お、死んだ一人。嘘。ラグってる。おー、死んでしまいました。わー、はい、まあね、無事3位には入ったんで、まあこの方たちを見届けましょう。は、一人落ちた、ね、はい、まあ3位ですね。はい、では2回目やっていきたいと思います。はい、2回目始まりました。今回は違うマップですね。ボロータウンっていうマップらしいです。では今回も生き残れるよう頑張っていきましょう。なるべく上の方行きたいですね。ふう、あ、ミスったミスったミスった。ちょっとマインプレックスサーバー自体がラグいのでね。よいしょ、登れた登れた。 OK、 ではこの上に持っておきましょう。おー、眺めいいけど、いきなりドラゴン来たね。なかなか怖い。下でどんどんやられてきますね。もう死んでる人3人なんで、多分この、もうラグってる。怖い怖い怖い。まあ、このマップは多分すぐ死んでしまうマップっぽいですね。めっちゃやられてるし。多分死ぬときはこの方と一緒ですね。よいしょ。あ、落ちた。嘘。こっから、あ、こっちに行けますね。ほっ、よしよし、いいぞ。この木の上なかなか死なないかもしれない。全然狙ってこないと言ってると来るよね、来るよね、来るよね。来てない。オッケー。だろう、今何体だろうな、あの気球。おお、ほっ、危ないけど死んでない、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 まだ生きてる。あー、木壊されちゃいましたね。まあ、死ぬか落ちるかのどっちかなんで、まあ、ゲーム終了になるには、まあ、頑張っていきたいと思います。この方についてよ。この方弓でね攻撃してくれるんで。怖い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 、めっちゃドラゴンに囲まれてる。お、でも HP 回復してきたから、多分打ち上げられても1、2回は耐えれると思います。いや、1回1回は耐えれると思います。はい、おお、まだ10人残ってます。ラグ、おお、おお、オッケーオッケー。おっと、うっそ。ということで、はい、死んでしまいました。ではね、まあちょっと今短くなっちゃったんで、あと1回やっていきたいと思います。では始まるまでカット。はい、このゲームのキットを紹介したいと思います。まず普通の状態はこの、まあコワードってやつで、2000ジム払うとこれになれて、ウルトラ、まあ課金ですね、現実のお金を払うとこの、はい、よくわからないのになります。では3回目スタートです。はい、今回のマップはさっきと一緒ですね。バロウタウンってマップです。クリエイティブ、まあ、作った人はバヤニって方ですね。では頑張っていきましょう。みんなこのはしごの上登ったから、俺も登ろう。もうみんなに合わせることにします。いや、逆にみんなに合わせた方があれか、あれだね。あれなんで、はい、あれなんですよ。なのでちょっと今度はね、地面を歩きたいと思います。早く死んでしまうかもしれないですけど、まあ一回これで挑戦してみたいと思います。はい、で分かる方はいるかもと思いますが、シェーダース、まあ今影モッドなんですけど、影モッドを変えました。ちょっと、おお、まだ生きてるぞ、まだ生きてる。砲撃はされてるけどまだ生きてる。逆に上にいた方がね、狙われるんじゃないかって思ったんで。おお、とっとっ、おー、ラグってる。落ちてきた。めっちゃ落ちてしまった。ちょっと上登りたい。って言っても。ほっ！ナイス。ここにいれば結構安全でしょ。エンダードラゴンと目が合った時が一番怖いですね。こっち来るんで。はい。あー、こっち来ないで、この人。もう、この斧。敵殴れないんで、はい、まあね、
自分の体を動かすことしかできない。最悪落ちてしまった。でもね、まだ空飛ぶこと、そう、危ない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 、自殺しようとしちゃったよ。よいしょ、うっそ、もうジャンプした瞬間にね、なんか殴られますね。よしよし、生き残ってるぞ。今死んだ人と生きてる人ちょうど半分ずつですね。やばい、目があった。おお、オッケーオッケー。ちなみに多分このブロックに当たってもダメージは受けないみたいですね。なんか降ってくるブロックです。ここら辺走り回ってれば多分大丈夫だと思うんで頑張りましょう。目と目が合うってならないようにね。おお、危ない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 、なるべく上の方に、なるべく上の方に、ちょっとここまで来たらなるべくちょっと上の方にいた方がね、有利に立てると思うので。お、残り生きてる人6人5人、ちょっとこれ最後優勝したいですね。頑張ります。このとこ比較的安心安全な状況になってると思うんですけど、はいね、押してくれこの方この人、おっと削られた、びっくり。この下ちゃんとあるよね。でも若干薄いな、薄くなってるな。あっちの方にいた方が安全かもしれないけど、そうでも今なくなりましたね。はい、あっこももうやばいようです。どうやらこの下はまだちょっとあるんで、はい、じゃあここにかけたいと思います。落ちた、しかしまだ HP は残ってる。よいしょ、残り3人。さっきじゃない、1回目と同じ状況ですね。では頑張ります。目があった、おー、なんで自分から落ちていったんだ。でも今の落ちたのが逆にチャンスじゃないわ、よかったのかもしれない。怖え、やばい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 、ういういもうこれかわすというより運ですね。ういっすういっすういっす、かわすかわす、やばい、めっちゃここの人数っていうか量が、ドラゴンの量が異常。向こう向こう狙いに行け、向こう、やばいやばいやばい。お、でも収まったみたい、ちょっと収まったみたいです。うう、怖い怖い、おおー、やばいやばいやばいぞ、なるべく上の方に、ほっ、やばい、夜になってきましたね。ちょっと影モッドで設定で暗いかもしれないですけど、ご了承ください。まあ光の補正とかをかけとくよって、めっちゃうわー、ほっほっ、オーマイゴーッ、死んでしまいました。いやー、この人たち本当に強いですね。ちょっとシェーダース変えたら見やすくなるかもしれないんで変えます。お、見やすい、だいぶ見やすい。はい、ではこの人たち最後応援してね、頑張ってもらいましょう。この人たちめっちゃドラゴンが、ほっ、おっと、若干カース帯の方がね狙われてるっていうか、おめっちゃうまい感じでこことここ残ってますね。これはいい試合になると思います。では頑張ってください、頑張ってください。おお、おっと、カワソビが見えなくなった。あー、やばい、カワソビ死ぬ。あー、カワソビの人 GG でございます。グッドゲーム、よいしょ。はい、ということでね、今回を、あ、やばい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 、これはこうしとかないと。はい、今回ははい、この辺で終わりたいと思います。まあやってほしいこと、ミニゲームって言ったんですけど、まあ例えば1VS1、 1対1ですねの、まあそれをまとめた動画、カット編集のみの、まあモンタージュみたいな感じの動画でもいいですし、まあそこら辺はまあお任せします。なのですが、あまり長くなるようなサバイバル実況とかそういうのは募集してないので、そこら辺はやらないと思います。ではね、まあここら辺で長くなるのもあれなんで終わりたいと思います。ではさよなら、バイバーイ。